だから今ちょっとね落ち着いて休みを設けるようにして、その日はもう存分に朝トレしようっていうのでね、やっぱり最高ですね、朝有酸素やるのはおすすめです。まあなかなかね時間取れる人少ないと思うんですけど、で次はこれ下部狙ってますね、チューブから下部を狙って引いてます。ギュッと、これ効きすぎ、本当に効きすぎてもやだって感じ、このシーデッドロー。でそこまで効くかねってぐらい効いちゃうんで、やめてって感じですね。そしてからのこれが一番きましたね、ダンベルロー。俺ちょっとね適当にやったんだけど、なんかスーパーセット入れたくて、それめっちゃ効くやんけと思って、これ S 関西弁出るぐらい効くやんけっていうぐらい効きましたね、これ。56キロぐらいですかね、めっちゃ効きました。でこれはもうスーパーセットでそんなファンなんで、まあ、最近はそんな日常を送ってるわけなんですけども、皆さんどうですかね。やっぱ筋トレして充実しますかね。